まして、今日は、ちょっと始まってるからね、君たち。始まってるから。ちょっとびっくりすると思うんですが、マジェスティのニュージェネビーキではありますが、はい、マジェスティさんが出れないということで、僕らね、シュプリームとして、ナイトチューブ、はい、ニュージェネビーキ、参戦させていただきたいと思います。はい、それでは参りましょう。シュプリームのニュージェネビーキビキこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、イエーイ。初めまして、はい、マジェスティさんがあまりにも忙しいということで、暇なね、僕らが来ました。うっせぇ、はい、誰が暇やおい、うっせぇ忙しい、はい、イケメンを引き連れてきたんですけども、じゃあ一人ずつね、自己紹介からしていきたいなと思います。じゃあはい、はい、あ、俺ですか。はいはい、たけるです。はじめまして、たけるです。よいしょよいしょ。たけるです。お前ブリックしとんなよ。おい、ブリックじゃないっすよ。なんかそのたけるですで終わるのよ。なんかなんとかなんとかのたけるですとか言えよ。これ誰いつのタイミングで飲むのこれ。あ、そうや、みんなみんなで続きまして、はい、続きましてこちら、はい、沖縄から来たベストオブシーサー、ベストオブシーサー、おい持ってくな、ユウです。よいしょよいしょ。ベストオブシーサー賞受賞、ユウくんです。じゃあ一番左からいきましょうか。はい、左、シュプリームの、はい、はい、キラキラ王子こと、はい、イッサでーす。イエーイ、イッサでーす。こんばんは。さあ続いて、モズク酢が好きな、じゃあ旬の ID 違うで、これドット4つ、ね、ドット4つ、並びドット4つ、バラバラなんですよ。並び的にタケル回ってますか。俺こっちやし、タケル回ってますか。あ、はい、お尻フェチ、シュンくんでーす。はい、はい、そしてここにいるピエロみたいなのが、はい、はい、道化師のルナです。はい、道化師のルナです。痛みに負けルナ。はい、よしょ。はい、そして、こちらですね。そうですね、シュプリームのジャイアンこと、ソモです。よいしょよいしょ。はい、ということです。はじめましてですね。これ面白いな。はい、もうこれでリアルタイムにこうコメントが出たりってことで、うん、のは初めて。こういうのは初めてです。入店支度金総額50万支給。おお、やった、はい、一回やめて俺入店しようかな。俺もそうするわ。じゃあ改めて乾杯しましょうか。ベストオブシーサー、みんなで乾杯。ベストオブシーサー、いいですか。いやー、もう久しぶり、はい、もうな、まあ、とりあえず上から行きましょうか。上からね。はい、ゆっくん、はい、ゆっくん、ゆっくん、乾杯して、とりあえず。なんか、はい、あるでしょ、持ち前の乾杯する時のなんか温度みたいな。ベストオブシーサー、ベストオブシーサー、ベストオブシーサー、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 シーサーさ、シーサーさ、シーサーさ、ゆーシューね。名前順に並べようや。確かに名前順、じゃあ、シュンの ID 違うな。ドット4つ直や、シュンや。じゃあ、ドット4つ直や。シュンが後ろなんだから、ね、ドット4つやから。一旦じゃあ、名前順に並んで。名前順に席替え、全然文字が見えない。席替え、これで。てか、僕の LINE ID ないし。じゃあ、ここだ。ルナ、お前。で、ルナの LINE ID。で、シュン後ろや。ルナ、ここやすね。え、シュン後ろ嫌や。俺後ろや、俺後ろ。イブイブ0911、イブキさんの ID や。俺後ろやっちゃう。俺、シュン君の ID ないです。じゃあ、俺ここや。そうや。でも名前が分かるように、これが後ろ。あ、間違えた、こっちだ。俺ここが、そう、俺ここ、俺ここか。ジョナさんは、これから15時ぐらい経ってくれたんで、ここにしようか。じゃあここにしよう。どうしよう。誰や、足臭いの。足臭いよ、めっちゃ足臭いの。誰か一人映ってない。ごめん、見えないよ。こっち来たけど、もうちょっと、こうでいいですか。こんな感じです。一番端が、覚えてください。よろしくお願いします。なんか僕らほぼ初めてに近いんで、コメントとかいただけたらなと思ってます。人間の匂い、人間思ってます。人間の匂いする。人間だもの、はい、人間だもの。久しぶりっつって俺の、久しぶりなんだね、俺ね。すごく毎度毎度出させてもらってね。で、これ何の放送なの。これはだったらこのナイトチューブさんの枠を借りて、ニュージェネの放送しようと。
ということで、早速質問来ました、はい、皆さんの特技は何ですか。何ですか、特技ある人。特技、はい、はい、来ました。モンハン以外でお答えください。それしかない。モンハンで全国2位です。モンハンで全国2位とかあんの。はい、待って、モンハンに全国とかあんの。どういうこと。あの、倒す速さ。倒す速さ。倒す速さで、なるほどね。倒す速さが全国2位です。はい、なるほど。もう利用、利用なネタっすかね。他に、はい、他に、はい、特技ある人。はい、シュン。なんやろ。お尻すぐか触る。お尻をすぐ触る。お尻褒め営業。お尻が好きなんです。尻営ですね。尻営、はい。お尻がなかなか好きっていうのはもうちょっと大人な。もずこいそうでいいな。今日そういう感じです。もずこいそうでいいな。今日そういう感じ。誰の、誰の、誰の、誰のし、女の子、全部、お客さん、全部。武器何、お客さん全員、武器何使ってるの。武器何使ってるの。何でも使えます。無知、何でも。虚根でしょ。虚根、基本槍かな。虚根を使ってるんです。突くのが得意な。突くのが得意です。ちょっとね、あまりにも人数集めすぎたんで、ちょっとまとめるっていうのはちょっと難しい。はい、はい、じゃあここ真ん中にいる、あの、今ちょっとね、角みたいな生えてる人。角、角、これ角みたいな生えてる人。はい、俺の特技さ。特技、特技、特技さ、特技あんまないんやけどな。はい、まあ、セックス、セックスになりましたよ。セックス、セックスではない、セックスではないですね。だからバンクラバン、はい、バンクラは。え、バンクラネット用語。すぐバンクラは。俺は特技っすか。特技はまあ握ることっすね。握ること。お、寿司をね。はい、寿司ですね。もともと寿司職人なんで、彼は。板前さん。彼は意外にももともと寿司からホストやろう、寿司握ってて、ホストやろうって思ったんですよ。急に思ったんですよ。寿司やろうって。寿司握ってた時に、ここのな、ホストって。こっちのな、タケルが後ろなんやけど、タケルは結構出しゃばりやから。間違いない。タケルはセメントでめることやんな。そうです。体でかいからな。あの、なんでお前はさ、ちょっとお酒のさ、あれを持ってどう。キュウリ。ん、この端っこの人はセメントで人を埋めることが得意だから。セメント埋める、こういう感じで。じゃあちょっとルナ行こうよ。ルナ特技。ルナは保護フィルムをきれいに貼れる。保護フィルムをきれいに貼る。いや、俺の方が上手いよ。こんばんは、マックスナです。じゃあドラム。ドラム。あ、そこ別に俺の方が上手いの。あれ叩くの。俺の特技終わっちゃったね。その特技いいね。だっていろいろ叩ける。その特技いいね。だっていろいろ叩ける。113円。キュウリ。え、キュウリどこで買ったんですか、これ。僕は、僕はアナルの匂いか匂いじゃないかを当てることができる。いや、でも三村さんの特技、結婚することです。結婚、結婚することです。結婚すること。結婚、やめとけよ。本当にマジで、お前のな、そういう言葉が勘違いを招く。やめろ。僕はね、とあるサイトでね、三村がね、いきなり何だと思う、結婚するからだって、すごいたあれだったんだから。ん、やめてくれ。ガチっぽい感じやめてくれ。結婚するんじゃないの。余計いじりたくなってきた。寿司おめでとうございますみたいな。罰何個ある。おめでとうございます。感じで言われたの。いや、違います。やめてください。本当にやめてください。これあれじゃん、英閲覧数結構少ないじゃん。あれ、ね、ちょっと待って、もう偉そう。え、1回目なのに。だって DTC さんめっちゃコメントしてきたの。 DTC さんはもういい人なんだよ。どん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 ください。どうせチャンス、どんどんちょうだい。一応今日コメント目指してるの2億。2億。2億。記録が残る。奥の男。国民超えますよね。皆さんは体張ったことありますか。え、はい、そのセックスするわ。うん。あ、そういう意味。うん。そうするよ。体張る。そういうこと。うん。体を張るってそういうこと。インフルでもやる。うん。僕フィッツを踊られま、踊らされます。ああ、これ言ってもシュプリームの1回目みたいなのがあるから、はい、大丈夫。でも、でもあれ、可愛い子限定だよ、可愛い子限定。え、ゲロさん体張ったことありますか。僕は、体を張るのが一番得意でした。お、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 体張ってみたいな。芸人がやりそうなことで体張ったことありますか的なやつですよ。はい、お、あ、今から。はい、そうそう。リオンな。何を。え、げつないこと言われます。体張ったランキング。な、体張ったランキング。ゲロさんが体張ったことあるランキング、イエーイ。イエーイ。第1位から発表していく。1位から。衝撃的だった体張ったやつランキング第1位。イエーイ。イエーイ。僕が
が本当に始めたての頃、まあ、ちょっと体を張る機会がありまして、うん、まあ、その方の背中にムチの跡が無数にあったということで、おーおーおー、すでに落ちやの、うん、カルチャーショック、カルチャーショック、歌舞伎町すげーみたいなね。はい、ということで以上でシュプリームのニュージェンビーキーでした。ありがとうございます。早っ早っ、終わりっすかこれで。辛いからやめてよ。なんか赤ボーダーイケメンって言われてる、ほら。おっ、赤ボーダー、いいなぁ。めっちゃ喋ってないんすけど別に。今日は実は本当にあれでした、締め日で終わってそのまま来たんで、もうちょっとね、もう結果発表ぐらいからしたいなっていう。はい、ナンバー落ちました。おめでとう。よいしょよいしょ。落ちたよ、ずっとね、ナンバーだったのね。落ちたんですよ。どうですか、来月は。どうしたい。まあ、ちょっと頑張るぐらい、ね、頑張るぐらいっていうね、こういう、こういうタイプです。まあ、キュウリ食ってるからな、キュウリ食べながら、美味しそう、はい、キュウリめっちゃ食べたい。で、この赤ボーダーが今日頑張ったよね。赤ボーダーとそのセメントが頑張りましたけどね。セメントから、うん、セメントがね、セメントって、このセメントっすか、うん、これなんかボーダー多いな、ほんで、うん、セメントは初ナンバー、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。いや、組長、組長、組長やないわ、ほんとに。でもほんとになんかすごい優しいよね、コメントも。お前な、ございます、ほんとに、ありがとうございます。セメントだけにね、セメントだけに、めっちゃ嬉しい。セメントと違いますから。セメントコメント、セメントだけに、セメント、お優しい、俺やん、うまいこと言った、すごく、俺やん、優しい、俺がうまいこと言った。セメント、セメントのコールがやばいっすよ。今度から、今度から俺セメントの嵐。あー、セメント、セメントコメント、コメント、セメント、コメント、コメント、セメントだけで1000いきたいと。セメントにコメント、セメントにコメント、ドロドロ、ドロドロ、セメント、セメント、セメントみたいな。ね、確かに。さあ、みんな、じゃあ締め日終わって感想ください。何もなし、何もなし。じゃあ、え、挙手制にしよう。あ、じゃあ指示制にしよう。じゃあ、いっさ、いっさ、え、僕っすか。いや、割とな、全然熱くないで。熱くない、うん、てか、美咲どうした。はい、いや、やめとくか。ダメです。あかん、あかん。美咲ボーダー可愛いけど、熱くない。熱い、暑いんだよね。暑い、すごい暑い。もうここ暑いね。ここそんな暑くないで。でもなんかちょっと面白い話しようよ、ルナからさ。何でしょう、ルナは。じゃあリオナさんが結構、うん、あのなんていうの、あのなんていうの、汗汗いっぱいかく人、なんていうの、多汗症、多汗症、はいはいはい。だからヒゲいっぱい入る。え、うん、ヒゲ、多汗症ってなんですか。毛穴に負け。ルナ、ルナ。まあ、それやる。多汗症ってなんすか。今日それやるだけ。メンタルが持つかわかんない。ああ、そういうこと。メンタルに負け。ルナ。ルナ、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 ね、なんか誰か乗ってくれないと僕メンタルが。はい、全員で乗っかってこう。はい、メンタル負け。そうまで滑らない話。イエーイ。滑らない話っすか。はい。滑らない話っすか。滑らない話いっぱいください。滑らない話ね、はい、たくさんあるんですけど、ちょっとテンション上げてないとね。ちょっとやっぱりね、余韻が。滑らない話ですよね。滑らない話ください。これが滑らない話。滑らない、滑れない。まあ、そうですね。とある。うん。そうですね。無理でしょ。これね、ね、言った後のね、オチがね、怖いんでね。パスしていいですか、一旦パスしていいですか。パス、はい、話の構成よくまだ考えてなかったね、今。え、相馬兄、相馬兄さん、パスなんですか。初めて聞きました、パスなんて言葉。いやでもね、滑らない話でしょ。はい、プレイヤーに戻らないっすね。いらない、あ、いらない、いらない、いらない。おい、負けるな、注ぐね、負けるな、注ぐね。お酒は入れるな、もしかして。飲めるな、飲めるな。ルナはもしかしたら飲める、飲めるのか。はい、すいません。ルナ推し、ルナ推しの時代結構あれやで、結構きつい。ルナ推しの時代結構きつい。でもさ、ずっと気になってたけど、シュンカッコつけてる。あれ、キュウリ食べながら面白いこと何も言ってない。ずっとカッコつけてるけど、普段面白いことしか言わずに、お前に対するコメント一個もないからな。ということで CM どうぞ。
俺やけど絶対絶対お前を幸せにするから。運命の人と出会うならイオインク。めっちゃイオインク。イオインク。いいか。これシュンくんのですか。はい。はい。ということでね、じゃあまとまりを見せるということで、はい、頑張りましょう。頑張ろう。少しくらい俺たちにネタを用意してきたらよかった。そうだね。用意してたらよかったですけど、急に決まったことなんでびっくりしてます僕たちが一番。ということで、この中で誰が一番かっこいいのアンケート。イエーイ。誰が一番かっこいいのかでしょ。この中で一番誰がモテるのかと。はいはい、そうですね。真のモテる顔だけでもいいから選んで選手権。わかる顔こんなんで。確かに。あんまり俺メガネかけてないんで。近めにじゃあルナから行こうよ。近めに近場に行った方がいいんじゃん。近めに。はい。やらしい。じゃあ近づき方がやらしい。変態か。入ってないですね。これあんま入ってないですね。足つりそうやって。ルナ、ルナ、違う、あの、カメラにこう。香川って誰やねん。香川誰やねん。なんかあれやん。じゃあ、コメントをもらうでいいですか、じゃあ。コメントもらう。名前を言ってもらう。コメントで名前を言ってもらう。誰にしようか。人が一番多かった人が、脱ぎます。お、脱いだらもっと、脱げます。もっと人気浴びるで。これ、バンです。バンしましょう。確かに。バンします。バンしよう。絶対シュン兄さんや。じゃあ、その一番コメント多かった人が何するかを決めてもらおう、まず。はい。そうやな。一番コメント多かった人が、滑らない話。別に抜いてもええで。滑らない話結構怖いです、振られたら。振られた側になってみたら分かるけど。てか、これ、井浦さんにやったら一番面白いやけどな。間違いない。間違いない。あ、そういう、佐野智則。もう井浦さんって書いといてくれていい。1位は絶対に滑る話決定。はい、よっしゃ。よいしょ。もう3位、3位ええねん。決定でいこう。あ、シュンがいっぱい来た。ほら、シュンやった。ほら。おぉ、シュン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 、30周、リオナ。やばい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 、もっと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 って書いてた。春が言う、春風、春風、よっさん、一よっさん、一よっさん、はい、寄ってこい、寄ってこい、春、春、はい、ルナ、ルナ、お、ルナ、嬉しい、ルナ、あ、春、春、春、でも、春のレベル、やめろ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 、それやめろ、俺やめろ、俺やめろ、セメントはやめろ、はい、ということで、いっさに決まりました。そうか。はい、一さが一番コメント多かったってことでね。皆さんユイガとかヨスタとか知らないんで。ということで、ニコ生有名な人ですね。じゃあ一さの絶対に滑る話、滑らない話。よいしょ。よいしょ。さあ。もう帰っていいですか。おもろい。もう帰っていいですか。おい、アイス入れて。一さ絶対いいターン出てる。一さの絶対に滑らない話。うなちゃんマン。うなちゃんマンとかみんな知らないから。うなちゃんマン、何うなちゃんマンって。うなちゃんマン、うなちゃんとかゆいかとかよっさんってあのニコ生で超有名な人って知ってる。リスナーから金まで追加してるクズ野郎。リスナー見てな。そもそもなんか佐野話がない。話がないから、じゃあこの中で誰が一番チンコでかいか選手権。よいしょ、よいしょ、誰だろう。ゆうさんの勝ち。よいしょ、よいしょ。待て待て、はい、じゃあコメントください。はい、どうぞ。チンコ誰がでかい。チンコもしくは、誰がでかそう、誰が一番でかそう。どうせ、シュンってなるやろ。シュン、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 ばっかり。シュン、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 シュ
確かにね、イッサのチンコでかい話だね。チンコでかいやろな。イッサチンコでかい話いるな、ちょっとポンポンポンやん。僕あの最初あの電柱にぶつかったと思ったらイッサだったイッサが潰れて寝てる時に起きないから、とりあえずもう店も閉まるし出さなきゃいけないから、とりあえず何人かでズボン脱がして、とりあえず脱がすんやな、店出なあかん時はな、うん、そうでパンツ脱がして、そしたらアナコンダが急に出てきた、襲ってきて襲ってきた、何かなと思ったら、蛇飼ってるのかな、何だと思ったら、アナコンダって思ったら、それはパチンコじゃんみたいな、グイ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 伝説伝説級にでかいと鬼枕おんねんな、マジで。てか、モンハンのユウくんからしたらやっぱり体が感じだね。確かに、うん、そうです、モンスターハンター、どのモンスターハンター、どっちがモンスターハンターってセメントはでかい、量が来るがって言うやつだよね。量が来るが、あー、なるほどね、量が来るが、量が来るが、量が来るがはすごいでかい、ヨークってね、ヨーク、金管、金管なんでしょ、ヨーク、やばい、そう最大金管、はい、カタツノの魔王ってことね。はい、そうですね。現状の趣味数えたわ。そうですね。趣味？やっぱりどうしたらいいんだろうね。数えていきたい。人口でかそうです。そうまから。みんなはさ、ホスト行ったりすんの？あ、行ってる人が見るんじゃないの？これは。じゃあ行ったことない人の方が少ない。中高生が多いらしい。行かないんですか。中高生が見てるの今これ。多いらしい。そうなんですか。誰とやりたいか選手権いきません。あ、そうやね。聞きたい、聞きたい。いいね。スプリームの、今さん言ってください。はい、スプリームでこの中で誰に抱かれたいかランキング、はい、よいしょ、決定戦。一番多かったやつがやっぱりね、たける。高校生だけどね。おー、たける。あれ？待って、ここからタケルが増えたのはなぜですか？いやタケルのやっぱセメントやから抱かれ心地感すごい。待って待って、やめろやめろやめろ、体でかい、やめてくださいわ。まだそう固まってるセメントやから。タケルでいける、タケルよかったよ、タケルでいける、よかったよ、よかったよ。おいおいおい、何どういうこと？踊れよ踊れよ。そのボー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 、あ、壁からずらした、すみません。その絵ね、壁からずらした。例えばアンケートってシステムありますが、アンケートってシステムあるんですか。じゃあアンケートで、じゃあ誰と、はい、それにしましょうか。じゃあ飲む。あ、じゃあ俺もいただきます。乾杯。あ、いいんすか、乾杯しなくていいんすか。寂しい。じゃあ美味しい。乾杯。この中で初回枕をするけど、初回枕してまた指名で絶対行きたくないなって思ってしまう枕をしそうなやつランキング。よいしょよいしょ。そしたらこれ下げますわ。やったら冷めるランキングですね。えぐい。やるのはいいけど、やったら絶対冷めるんだろうなみたいな。ランキング、よいしょ。そうしよう、よしよしよ。そうまそうまそうま、待って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 、喧嘩待ってんのか。KP そうまか、まさか、そうまか、 KP そうまか。 KP って誰？一緒やぞ、あれカピ、カピカピさん、カピさん、カピさん、カッパさん。若かったらイッサ君がいい。うわー、イッサ、イッサがな、もう二十歳とかだったらな、いけたらいいな。シュンシュンシュン、やっぱ基本シュンって言ってんのに、シュンって言っとけばいいと思ってた。そくまが、そくまが、そくまぐらいから。そくま、考えるね。そくま、そくま、誰がそくまや。そくま、基本なんか俺、なんか特定の人間に恨まれてるな、俺多分今。絶対恨まれてる。なんかな、シュクマ、シュクマ、誰がシュクマや。じゃあ、そうまで決定でいい。お、俺、枕したら冷めちゃう感じ。冷めるやつ。さあ、そうまか。おーないか、こめる。はい、そうまか、そうまか、ぐい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 、そうまか。結果、結果、そうまって書いてますからね。そうま、残念。誰が残念や。美咲は？あれ？あれ？あ、美咲くんはなんかあの、大丈夫、もう言わなくていい。あ、はい。ブラジルのどっかに。うん、たーん。お前の僕次の。シュプリーム行ったことある人いますか？シュプリーム行ったことある人いますか？行きたい。なんか来たい、リアルな感想聞きたくない？なんか。そうやな。なんかそうそう。どうだった？残念とかってやつ行ったことあるの？俺とやったことあるの？ほんまに。シュプリームって新しい。そうなんですよ。ニュージェネの新店。縦花ビル3階の。イエス。はい。右の方。新しい。4月にオープンしました。やっと。タケルうまかった。あれ？タケルうまかった。あれ？どんなとこかっていうと、何かな？地球は青。こういう人たちがいっぱいいるとこ。
え、あるんやん。あるよって。へぇ、嬉しい。どうでした？感想聞きたいね、やっぱね。聞きたい。この辺で下がろう、俺も。まあ、厳しいコメントもありそうなマジステてかもう40分もやったの。シュリンプが好きなんだって。エビが好き。何でも聞きます。もう40分。何でも聞きますよ。ってるください。リアルタイムなっちゃう。まだやばっ。でで体がシュプリームだいぶ結構今日めっちゃこれ今いただいてますよ、お酒。シュプリームのそれスーパー、まあ、スーパーとりあえず用事だったら来てくれね。スーパー竹花ビル今燃えてるらしいよ。どうする。うそ。やったね。カバンとかあんだけど。たまには。てんのかえー、つらっ。たまには。ヨガさんの構えし、前。まあな、いいよ。まあ、いいよ。あります。俺はいいよ。いいっすか、まあ、俺、あれ、ちょっと待って。みんな、いいよね。スーパーミー。ちょっと濃いけど。ちょっと俺目悪くて近くに見えないですよね。とりあえず、とりあえずなんかわけわからん格好無視点と来たらいいやん、一旦。うん、あオラオラ、オラオラだ。オラオラ。オラオラがいっぱいいます、シュプリーム。セメントがどうのことか。俺のチンチンで物言わしたんで。俺の枕残念とか。お風呂に優しい人はいない。燃え違う。いろいろどうのこうのか。ほんまに燃えてる。ほんまに燃えてる。燃え。マジ？いい。まあいけるやろ。嘘でしょ。中顔して。はい。中顔してってことなんじゃない？したいんだろうね。え、全員やるの？え、なんで？中顔してよ。一茶。一茶の中顔まで。三三二二一一グダグダや。キモ。誰がキモや。いやあ。おい。そうタイミングも悪いし、計らいも悪いし、そのイサクのタイミングが。グダグダ。ジョ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 早いな。ジョジョ好きなやつ。今ジョゼロだ。中顔を見た人、もう早く消毒したが他の人でいいからシチューしたいと。いっさん、指名がお願いします。いや、終わったじゃん、俺。おーい、1分前やん。1分前しょうもないこと言ったのと吐きたいね。あ、1分前でこれで終わりですか。じゃあ1分で終わる、相馬の面白い話。よいしょ、行きましょう。えっとねびっくりすることに、今、相馬のお客さんが目の前にいます。はーい、ハルさん話うまいっつって、今、ちょっと滑れないんで言わないです。はい、言います。相馬はな、話うまいの 5% ぐらい。 5% かな。たまに、もうちょっとうまいかもしれない。たまにか。じゃあ、すいません。たてはなビル3階、シュプリーム、ニュージェネグリエーショングループ新店、ぜひ遊びに来てください。来てないっていう人は、たてはなが本当に燃えてるかだけ確認しに来てください。そう、わけわからんコメントか言えないで、来たらええねん、来てみて、触って。じゃあ、最後にシュンから一発ギャグを披露して、最後終わりにしたいと思います。それではシュンの一発ギャグまで、8秒前、7、6、5、いや、それやったら終わり。2、1、はい、シュン。2、あ、終わった。バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。